演武開演。どうも、本日は こちらオイシスのリンゴの富士リンゴのデニッシュを食べたいと思います。デニッシュというよりパンに近い印象がありますね、この見た目では。割ってみます。やっぱりパイっぽいですね、見た目も断面も。ではいただきます。なるほど、そっち系の生地なのですね。やっぱりパイとは違ってちょっとしっとり系の生地でしたね。でも中にあるリンゴはしっかり甘酸っぱさでアピールしていて、シャキッとした食感も少しあって美味しかったです。手でつまみやすいのでちょっと手軽に食べられるのもいいですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。ではここを見て、おぼろ好きの姿なり、おぼろ好きのように綺麗な心を持ちたいですね。いや、おぼろ好きは綺麗という意味ではないか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。